をあのチームに入れたのには理由がある。カステアムス、どうだ。彼らは何も知らなかったが、答えを探していた。私たちを探していた。我々の一人で。でも今が彼らを外すチャンスだ。みんなが同じ場所に集まればチャンスがあるかもしれない。ここは警察署？どうしてここに？リリーは元気ですか？ああ、元気だよ。おかげさまでな。ただ神さんがもっと家にいて、あの子の面倒を見てくれればいいんだが。ほとんど産休なかったですよね。本当に優秀な人ですから、早く復帰してほしいです。でも今は自分たちで何とかなりそうですね。そんなこと言ってたことがバレたら、しばかれるぞ、ジョセフ。これは私がここに来る前の。みんな若い。セバスチャンが既婚で子供がいたなんて。聞かされてないわ。話を聞いてください。陰謀説なのよく分かりませんが、あれはやりすぎです。所長の前でさっきのような真似は。ジョセフ、俺は掴んだんだ。お前まで俺に隠し事をしないでくれ。違います、セバスチャン。僕は助けようと。助けたいんです。どうか冷静に考えてください。娘さんは、あれはみんなにとっても悲しい事件でした。でも奥さんは。マイラはもういないんだ、ジョセフ。出て行ったんだ。お互いを一番必要だった時にマイラはいなくなった。彼女がなぜそんなことをするんだ。俺は知りたいんだ。何が何でも。娘、そして妻までも立て続けに。いつも閉ざしていたのはこれが理由ね。ジュリキットマン、彼女は経験不足です。それに彼女をよく知らない。まずは目撃者調査から経験させてみては。ダメだ。彼女は一緒に行動する。俺がトレーニングする。彼女の面倒は俺が見る。余計なお世話かもしれません。でも罪悪感を彼女のような新米に重ね合わせるのは足手まといになるだけです。セバスチャン、彼とジョセフは本当は関係なかった。こんなことになるはずじゃ。任務開始から1週間ね。感触は？命令通り観察して報告したでしょ。今までと逆の立場になるなんて悪い冗談みたいだけどね。何か気になったことは？まだ何も。まだ見習いのうちは資料室に忍び込んで捕まるわけにはいかない。彼らが我々についてどこまで掴んでいるか調べるのはまだ先ね。今あなたがすべきなのは、まず彼らの信頼を得ること。時間はかかってもいずれは受け入れてくれる。それにしてもあんな癖のある警官は初めて見たわ。タフでハードボイルドな刑事コンビみたいなのとか。報告によると小田という刑事は勘が鋭いらしいから注意して。そうする。
もともと気が合わなさそうだし。そしてカステヤノス警部、彼について何か分かったことは？しょっちゅう酔ってるみたいだけど、少なくとも親切ね。聞いてたほどの要注意人物とは思えない。むしろ無害な人物に見えるわ。彼は時に感情的になりやすい。あまり近づきすぎないように敬意を示して、あくまでも部下として接しなさい。ゾンシティ、これは現実なの？光、ビーコンのプロトタイプ。ビーコン精神病院、彼より先に行かなければ。そんなところに立ってるからよ。悲しいことに、ルヴェンの研究は多くの被験者を必要としてきた。ここにいた患者と同じ、いやそれ以上に苦痛を強いられてきた。幸いと言っていいのか、ビーコン精神病院とこの町には必要に十分なだけの被験者がいる。恥ずべきことだが、この仕事に就くとき誓った倫理など遠い昔に捨てた。研究による科学と医療に及ぼす影響、そしてその可能性をもはや無視することはできない。メビウスが私にかなりの報酬を提案してきた。ビーコン精神病院の院長ともなればそれなりの覚悟が必要だ。まずは学会誌などで論文を発表して世間の評価を得てほしいと言われている。ルヴェンの研究を少し改変すればなんとかなりそうだ。きっと彼も気づかないだろう。病院は近い。
ここがあなたの部屋、いい眺めでしょ。嘘でしょ。あ、今までと違いすぎてなんだか落ち着かないわ。過去のことは忘れて、あなたはもう我々の一員なの。これが鍵よ。食事や服やその他のことは自分で管理して。あなたの口座に十分な額が入っているわ。それで今後私は何をすればいいの？好きなようにしていいわ。ただしクリムゾン死刑の任務が最優先事項。あなたは警官として暮らし行動しなくてはいけない。こんなの言ったことないんだけど、ありがとう。感謝する必要はないわ。これは我々からのプレゼントなんかじゃないの。あなたが KPD で行う重要な任務と引き換えに与えられたものよ。ああ、そうよね。ごめん。謝らないで。仕事で結果を出してくれたらそれでいいわ。感謝する必要はないって言ってたけど、感謝している。あなたに拾われなかったら私はどうなっていたか。このマーク、ここからしか出られないようね。これが君に与えられた最後のチャンスだ。がっかりさせないでくれ。少年を連れてくるのだ。やめて。頭から出てって。